はい、激辛マニアのユッキーです。今回食べるのはこちらです。札幌一番の辛いもんやギロチン。ガーリック醤油味の、激辛焼きそばとなってます。辛さレベルが、鬼と。1、2、3、4、5、6レベルのうちの4ですね。うん。これはコンビニで、確かセブンイレブンかローソンですね。で、購入してました。はい。それでは、早速、食べていきましょう。液体ソースを入れて、よく混ぜて、ちょっと待ってね。液体ソースと特製スパイスを入れます。特製スパイス。まあ、最近もうだんだんね、もうね、4月の下旬なんですけども、27度とかね、誰か来ました。ヨドバシカメラですね。本当にあのね、ヨドバシカメラもね、マジでね、めっちゃ使ってるんで、あれなんですよ。本当に何度も何度も注文してさ、だいたい24時間以内に届くからな。本当にあれだよね。注文しといてなんなんだけどさ、ちょっと、あれやで。24時間以内とか決められてるんですよね。あれね。だからもう3日以内ぐらいにしてもいいと思うぞ、あれは。さすがに、絶対、相当、従業員の人はあれですよ。やべっすよ。これ混ぜて、で、後乗せ火薬を、入れます。で、最初間違えて後乗せ火薬をですね、火薬と間違えて普通に入れてしまって、なんとか取り出したんですけど、全部ちょっと取り出せなかったんで、間違えてね、後乗せ火薬を、最初の、お湯入れてる時に、の前にも入れちゃって、まあ大体唐辛子ですね。うん。なんとか吸出したんだけど、ちょっとね、残ってしまった。もったいない。だから前も言ったんだけど、いわゆるペヤングとかでさ、蓋の裏についてる、キャベツとかを結構な人が捨ててるらしいんですよね。あれはね、ほんともったいないですよ。うん。まあ別に金持ちの人だったらわかるんですけど、俺貧乏なんでやっぱもったいないっていう、精神が勝ってしまうんです、ね。いただきます。いただきまーす。辛い！これは辛い！うん。あ、これ辛いわ。久々に来た。唐辛子だよね。
まあ、何の唐辛子使ってるかで、だけど、わかんないけど。これは辛いな。だから、一般的に唐辛子っていうカテゴライズだから、例えばハバネロ使ってても、多分唐辛子書くんじゃねえかな。うん。真偽のことはわかりません、これ。うん。実際書かれてないからね。うん。じゃあちょっとググってみましょうか。うわ。辛いな、これは。ギロチン激辛。これ辛いね。うん。うん。これは、久しぶりに辛いぞ、これ。うん。辛い。ググったところによると、2008年の、記事なんですが、辛いもんやギロチンっていうところがあって、店ですね。多分大阪にあるみたいです。で、うわ、カレー。レベルがあって、ヘタレ、ナミ、強、死、鬼、呪い、ゴッド。ってあるんですが、で、これは鬼なんですよ。で、それのゴッドの、あつ、ゴッドの、チャーハン、名物ギロチンチャーハンっていうのがあって、それのゴッド、これ辛い、うん、で、そこの記事を見ると、値段が、1800円。カレー。1800円の、ギロチンの、その、チャーハンのゴッドが1800円らしいです。で、完食者が、本年度43名。ってなってる、ね、なってます。で、それの、うん、カレー。動画がね、いくつかあるんですよ。で、まあ、ゴーグルとかを、まあ、かけて、その、調理のね、店の人が、作ってると、いうぐらい、マスクとゴーグル着用して、唐辛子が100本入り、らしいです。うん。これ辛い。あ、久々にここまで辛いの食ったな。
大阪の四ツ谷、え、四ツ橋駅の近くらしいです。タレ？今年度始まってまだ1ヶ月経ってないですけど、今年2019年になってから間違いなくこれ一番辛いですね。今までの約5ヶ月間これ一番辛いですね。辛い。で、この焼きそばっていうのも売ってるみたいですね。激辛焼きそば。ってのを売ってるらしいですよ。札幌一番。これググります。カレー。大阪にある激辛専門店辛いもんやギロチンとタイアップしたカップ麺です。ボリューム感と噛み応えのある太麺です。オイスターソースの魚介の旨味をベースに醤油やポークの旨味を合わせ、ガーリックの風味を効かせた焼きそばソースです。カレー。特製スパイスには刺激的な辛味の唐辛子を配合しました。粉砕唐辛子を輪切り、唐辛子の刺激的な辛みが癖になる味わいです。書いてあります。辛い。これは辛いわ。ただ、ただですよ。これは、焼きそばタイプだからまだマシなんです。一番やばいのは、カップラーメンの、北極ラーメンとかのスープが、スープです。これまだスープがないんですよ。だから、まあ、冷えると、冷めると、だいぶ辛さなくなるんですよ。冷めればね、だいぶ、今、辛さ、冷めてきたんで、だいぶ、マシになってますね。基本的に液体、ラーメンとかだと、特に油が絶対入ってるでしょ？だから、油膜ができて、全然冷めないんですよ。で、冷めないからこそ、熱いまま食べなきゃいけないんだけど、その熱さがもう地獄のように、口の中を、さらに辛くすると。これで、カップラーメンの、が出たら、怪しいですよ、これ。やばかったです。
ですよ。うん。それはまだ焼きそばだったから何度かなった。うん。ああ。うん。これは明らかにこれ、カラカラウオとかより、半端なく辛いです。うん。カラカラウオと北極ラーメン。あれに比べたら、あいつら、ラーメンですけど、これ以下です。間違いないです。だからメジャーなやつだとね、やっぱカラカラウオと、その、北極ラーメンになるわけじゃないですか。あいつらは、ラーメンの液体スープがあるくせに、しかも全部飲んでも、ここまで辛くないんですよ。うん。だからこれ相当レベル高いです。辛さも。焼きそばでなおかつここまでの辛さが出てるって、なかなかないですよ。うん。激辛ペヤングの、よか、どうだろうな、わからん。激辛ペヤングの方が辛いかもしんないけど、これも相当辛い。辛さの数は90。90です。ご視聴ありがとうございました。はあ